なら、お前って小さい頃とあんまり変わらないな。へえ、そんなことないもん。日々成長してるもん。そんな会話を公の場でしなくてもいいんじゃないですか。お疲れ様です。ムービンです。今回もキミキスのゲーム実況やっていきましょう。前回のパートは、里中ちゃんのゲージがマックスになったり、確か星野さんのゲージもマックスになったりしてましたね。というわけで今回もやっていきましょう。はい。というわけで寝ます。はい。おやすみ。おやすみ。私は起きたばっかなんだよ。ちょっと若干喉がね、低いし、ガラついてるかもしれない。これ寝起きですね。寝起きで収録しております。はい。やっていきましょう。というわけで今回も決めていくんですが、先日も言った通り、ハテナがあるからといって出会えるとは限らないらしいので、ちょっと気をつけながら選んでいきたいと思います。はい。というわけで今日は1年保健室1年図書室ということで、一応今ゲージがマックスまで来ている里中ちゃんと星野さんと積極的に会いに行きたいと思いまして、そのセレクションですね本日は。はい。というわけで会えるかどうか勝負ですね。やっぱハテナがついてないとこも選んでるんで、お、なるみちゃん出会いましたね。ここね、なるみちゃん朝はね、20丸なんですよ。で、ここで、昼休みがね、昼休みじゃないや、急に、休み時間の2個目はね、丸じゃないんだね、なるみさん、実は。1年生の前の教室は。どこ行ってんだって話なんだけど。お、なるみちゃんに話しかけましょう。アタックを決めたいですね。なるみちゃん、今ちょっといい？いいですか？かっこいい先輩から声をかけられている。どうだ？あ、ダメだった。先輩ごめんなさい。今はちょっと。これね、運ゲーらしいね。どうすりゃいいんだろうね、これね。そっか。すみません、失礼します。キミキスやったことがある友人に聞いたんですよ。あんま攻略見ちゃうとあれじゃないですか。一回クリアしたなら攻略見ていいかなって私思ってんだけど、だからね、聞いたらね、結構ね、普通に外すっつってたね。なんでなんだろう、これ。これといって誰もいないな今のは。私勘違いしてたけど、1年生の教室はここ2つあるんでね、保健室と一緒で、保健室を見た後ベッドを見れるっていうことで。はい。だね、里中ちゃんと出会えたからよしって思ったんだけど。あ、二見さん。あー、二見さんね。二見さんどうしよっかな、どうしよっかな。まあダメなこともありえるな。でもベッドがね、ベッドはね、星野さん20丸なんよね。あ、これは、あ、ちなみにこの話はね、説明書に載ってる表の話をしてるんで、これね、どうにかして載せらんないかな、画面に。載せたいけどね。スクショとかするのだるいからちょっと載せてないと思うけど。どうしよっかな、二見さん。二見さんな、そんなに今ヒットしとらんのよな、私の中ではね。でも話しかけないと、外れて終わる可能性もあるしな。でも話しかけないでおこう。二見さんと話すのはまた今度でいいか。頼む頼む、星野さん。頼む頼む、星野さん。おし、来た。よしよし、話しかけます。よしよし、外してよかった。申し訳ないけど。狙っていくよ。あ、はい。今ちょっといい？ええ。あ、いいんだ。いいけど。私突っ込みたかったのがさ、ベッドで寝てる人に対してさ、今ちょっといいってあれじゃない？休んでんのにさ、せっかく。まあ、というわけで話題法って増やしてもいいんだけど、これ欠損しちゃうこともあんのよね。コロンって下に落ちちゃうこともあって。というわけでもうマックスいってるんでアタックしますか。あ、でも待って。テンションが高くないとアタックが失敗する可能性もあるって聞いたことあるな。あ、ごめんなさい。そういうことね。あ、失敗するのね。あ、じゃあテンション上げとかなきゃいけないんだ。マックスだろうと。あー、失敗しましたね。話せて楽しかったわ。そうだそうだ。忘れてた。チュートリアルちゃんと見てたけど忘れてたよ。そうだ。じゃあ、またね。はい、またね。そう、テンションが高くないとアタックが失敗するってあったな。とはいえ、あのゲージの色が変わると失敗する確率も高くなるって言ってたな。失敗した。まあ、申し訳ない。ここは後で挽回するんで見といてください。はい。アタックしたいね、早急にね。あ、先輩。お、来た来た来た。今ちょっといいですか。いいですよ。あなたとアタックしたかったんですよね。うん、いいよ。何のために1年のとこ来たと思ってんの。1年攻略対象君しかいないからね。というわけでテンションが低いと失敗する可能性が高いっての分かってるんで、どうしようかな。減っちゃう可能性もあるが、読書どうだろう。読書好きかな。今回のこのセレクションは、私の勝手なイメージだけど、星野さんセレクションになってるから、ちょっと困るんだよね。制服ってもう投げた気がすんな。ドリンク、どう？あー、食べ物ダメだ。飲み物といえば、
楽しそうな話なんだけど、うん、これ多分減るパターンもあるんだな。やれ、はい、特に食べ物をヒットしないと、食べ物がヒットしないっていうわけじゃないのかな。音楽とかで一気、よしよしよし、入りましたね。テンション上げていきたい。なるみちゃんって普段どんな音楽聞いてんの？アニメソングとかアイドルの CD です。あ、結構私みたいなオタク寄り系なのかな。子供っぽいですか？いや、そんなことない、そんなことない。いや、そんなことないよ。よかった、顔赤くて可愛い。なるみちゃん来てるな、私の中で。私の中でなるみちゃん来てる。あー、これ結構良かったんだな。でも入んなかったね。仲良しになっちゃうな、このままだと。まあ、しょうがない、しょうがない、それは。テンション上がってるから、最後だな、やっぱアタックは。褒めるか？褒めよう。お？これは入るわけじゃないのか。なるみちゃんって何事も一生懸命でいいよね。それほどでもないです。うどん、家庭部で作ってるしね。いいね。お、テンションが上がってほぼマックスになってますね。で、色はね、だんだん赤くなってくんだけど、恥ずかしくなってっちゃって、あのエッチな話題とかするとこれどんどん赤くなってくらしいんですよ。だからそうすると失敗ってなるんで、ここでアタックしましょうか。あれ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 、あ、この時点でもうアタックできないの？あれ、マジか。食事どうだ、アタックできない。ああ、楽しそうな話題なんだけど、あれ、アタックの報告機押してんだけど出てこないな。ちょっと待ってくださいね、ちょっと確認してきますわ。はい、戻ってきました。あ、よくよく考えたら、よくよく考えたらそうだ、これマックスになってるけどさ、下にさ、アタックマークないわ。あのゲージの下にアタックマークができるはずなんですよ、普通は。今じゃないのかな、今まだその固有のイベントとかを見ていない可能性が高いね。そのなんだろう、ゲージはマックスでちゃんとゲ、なんだ、アイコンまで、なんかみかんみたいなアイコン届いてるんだけど、アタックマークがないね、よくよく見たら。だから、ストーリーをやっていない可能性があるのか。じゃあ、しょうがないね。普通に進めていこう。おし、部活。どう？うどん部は。うどん同好会の活動ってなんだか楽しそうだね。はい、とっても楽しいですよ。料理一緒に作るのって楽しいよね。わかるわ。よし、埋まったけど、そろそろ授業ですね。そっか、ダメなんか。失礼します先輩。ただゲージを増やす、ステージを A から B に進めるイベントっていうのは理解してないんだよな、私。うん、どうやったらいいんだろう。多分見てないのがあるんだろうね。なるみちゃん結構攻略難しいキャラクターなのかな。あ、あれは騎乗さんじゃない、間違えてる。毎回騎乗さんって私呼んでっけど、四条さんだね。四条さん、市場さんどうすっかな、話しかけっか。私的には、図書館って一つだけだったっけ。あ、見んの忘れた。一応星野さんに会いに来るつもりで来てたんだけど、いや、貴重さん、あ、貴重さん、市場さん話しかけとくか。市場さん何やってんの。あ、能登さん何やってんの。姫ならちょっと話さない、どう。ダメでした。これからどうしてもやらなくてはならない。結構振られるんだが、結構振られるんだが、この主人公。そうなんだ。はい。ああ。じゃあまたね。はい。ではまた。はい。まあ向こうがね、悪い感じで見てるわけじゃないから。星野さん出会える？星野さん出会えましたね。今度こそアタックしたい。あ、星野さん。何？何その浮かない表情は。どうしたの？その。お、来てるね。時間があるなら少し話せないかな。話せますよ。話しに来ましたよ。いいよ。うん、いいよ。本当？よかった。やったで、おい。というわけで、テンションが低くてさっきは確実に失敗してるんで、ここは、そうだな。料理とかうまそう、この子。料理入れましょう。よし。さて、星野さんの得意料理って何？得意なのは肉じゃがとか魚の煮付けとか。家庭的ですね。いいですね。へえ。興味なさそう。私煮物が得意だよ。興味なさそう。煮物系、そうだね。肉じゃがも煮るし、魚の煮付けも煮るもんね。味付け難しそうだけどね、整えるのが。映像か。読書の話はもうしたっけ。あ、読書もうしてたっけ。ごめんごめん、読書といえばその話、うん、今はそのもう一つかなっ
て。もう一つ、今一つじゃなくて、興味がないわけじゃないみたいだな。これ一回投げたやつとかわかんないね。どれが一回投げたやつだかわかりづらいな。これアイスケープじゃなくて、まだアタックチャンスあるんで。あれ、アタックないな。アタックが生まれないな。生まれてないね。テンションゲージの下にアタックがないもんね。あれ、なんで。前はこれマックスゲージまで行ったらアタックできるっていう感じだったよね、さっきの A ステージの少なくても星野さんは。なんだろう、なんか見てないのでもあんのかな。とりあえず映像投げるか。あー、外しちゃったけど、この間テレビ見たんだけど、面白い話なんだとは思うんだけど。なんだ、どうやったらアタックできるんだろうな、わかんないな。なんか条件があるのかな。うん、甘いものについて投げたっけ、覚えてね。あー、外した。残り2個あるから確実に話せると思うんだけどな。私が男の子と話すの慣れてないから。あ、これエスケープになっちゃう。あ、いや、そんなこと、話が盛り上がってないもんな。もっと星野さんが話そうなことって。よし、勉強の話題を何か。勉強、あ、一つ減っちゃった。勉強の話題、成績か。成績どう。あ、入りましたね。よかったよかった。失敗し続けると下がるのね。成績が悪くて親に怒られたことってない。怒られたことないかな。成績が低いことなさそうなんだけど、この人いいな、成績優秀で。あ、ううん、そんなことない。うちの親が成績に無頓着なだけだから。あ、そういうのもあるよね。私も親は別に、なんだろう、成績悪くても怒られることなかったな。良くても逆に褒められることもなかったが。あ、私そろそろ行かなきゃ。これな、話してる間にマックス行かないとアタックできないってこと。またね。そんなことないよね。なんだろう、なんでアタックできないんだろう。システムが多分まだ読み解けてない部分があるんだと思います。さあ、そろそろ帰るか。これ毎回1日ずつやるかな、2日ずつやるか、すげえ悩む。毎回悩むな。ちょっともう一回ヒイラギメモ見てきますね。はい、戻ってきましたが、あんまよく分かんなかったな、説明書読んでも。でもね、多分ね、私の予想なんだけど、多分ストーリーもあるはずなの。このゲームのキャラクターと出会った時って会話だけじゃないはずなのね。だからストーリーを見てないんだと思う。星野さんだと恋愛レベル1で、なるみちゃんだと恋愛レベル0かのストーリーを見ていないのかな。レベル0じゃねえかな、どうなんだろう。あ、星野さん、おはよう。星野さん、もう1日分やります。今朝は早いのね。早い、ちゃんと起きれる人。はあ、まあね、はっはあ、まあね。と、今回主人公のパンチが正直ねえな。あとあれだね、やっぱ甘神っていう次回作を先にプレイしてるから、遊びにくさというか難しさを感じるね。だ、毎日毎日話題を変えないといけないのかな、話題ボックスを変えないといけないのかな。あれってどうしようかね。休み1、皇帝とかハテナ攻めてった方がストーリー回収できんのかな。ちょっと選んできますね。はい、というわけで今回はあまりそのエンカウント確率一覧っていうページを、説明書にあるページをあまり参考にせず選びました。割と適当に選んだ。朝っぱらから体育館行かねえだろって思ったけど。おー、プールいいのかそれは。ん、あそこにいるのは誰だ。おい、ナナ、ナナと出会える、いいのか。出会っちゃうぞ。水着姿来ましたね。お兄ちゃん、はい、始まりました。ちょっと一旦セリフ消しときましょう。どんだけ妹好きやねんっていうね。お、次水泳か。うん、そう、暑いし思いっきり泳ぐんだ。そうね、私始めた直後さ、書いてあんのに勘違いしてたけどさ、あの夏休みが終わった後なんだよねこれね。夏休みが終わった後の新学期だから、これから寒くなってくんだけど、まだ暑いよね多分ね。うん、うん、じゃあな。あ、お兄ちゃん、はい、何ですか。どうしてプールに。あ、これ答えづらいぞ。なんとなく来ただけなんだよね。それはちょっとフラッと立ち寄っただけだよ。そっか、またね。怒られないんだ。女性のいるところ来ちゃってんだけどな。あ、またなん。お、映像、話題映像を入手しました。話題映像持ってなかったっけ、もともと。あれ、もともと持ってたような気がしますけどね。さて、本当はアタックしたいが、 お、またナナと。ナナとはエンカウント率高いね。多分いつも通り全員攻略したら妹、いつもっていうか甘神と同じような感じで全員攻略したらってことなのかな。
ナナちゃんが攻略できるのは。あ、ナナこれから体育か。うん、そう。なるほど。ナナの体操服姿か。じお前妹に関してあんまりそんなそういう感じじゃないんじゃなかったの。ナナお前って小さい頃とあんまり変わらないな。へえ、そんなことないもん。日々成長してるもん。そんな会話を公の場でしなくてもいいんじゃないですか。どこが？それは、教えない。どこが？多分主人公アホだからあまり考えてないんだろうな。あ、背伸びてねえけどなみたいな感じで思ってんじゃない。ただ胸とかじゃなくて、うん、胸とかなんだろうけど、あの身長伸びてねえなとか主人公思ってんじゃない。教えないんじゃなくて教えるところがないんだろ。お兄ちゃんの意地悪。はいはい、体育頑張れよ。やっぱ兄ってこういうもんだよな。でもな食堂行きましょう。ダメだ、攻略対象と出会えない。難しいぞこのゲーム。さーて昼飯昼飯と、うん、今日はずいぶん混んでるな。え、このGM を久しぶりじゃん。ヒイラギ、あ、ヒイラギ一人で食べるのもつまらないし一緒に食べないか。誰が楽しくて悲しくてお前と食べなきゃいけないんだよ。おい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 、女の子と会いに行かんのかよお前は。それにしても今日はなんでこんな混んでるんだ。仕方ないさ。お、確かにいつもより混んでるグラだね。あるテーブルに誰も座ろうとしないからな。あるテーブルに、あるテーブル、ほらあそこだよ。特殊イベントあります。なかなかアタックできないんですよね。おいつもはリカ準備室に引きこもってるのに、今日は珍しく食堂で昼食らしいな。ふたみさんのストーリーじゃん。ふたみさん、こいつ空気読めないんで話しかけに行くんじゃない。どうして彼女は一人で食べてるんだ。彼女が座らせないとか。まさか彼女は何も言わないよ。脳天気だから、脳天気、そこまで脳天気がまだ読み取れてないけど、多分アホなんじゃない。結構アホなんじゃない。だって屋上でさ、手すりないとこ行ってさ、危ないとか言ってるやつだからさ、結構アホの子だと私は思ってんだけど、これもどうして彼女は一人で食べてんなみたいな。じゃあどうして。みんな彼女を煙たがってるのさ。頭が良すぎるってのも厄介なもんだな。そう、頭が良すぎるだけじゃなくてさ、前さテストをわざとさ隠しで書いたりするタイプのやつじゃん。だ、変なやつだよね。そんなのひどいじゃないか。俺に言ってもどうしようもないだろ。まあヒイラギに言ってもどうしようもないな。それはそうだろうけど、ヒイラギもふたみさんを嫌ってんのか。俺は知り合いじゃないからな、好きでも嫌いでもないよ。今中立ね。でも君は違うみたいだな。お、にやけてくれるじゃん。かっこいいな、察してくれるんだね。怒ってるってことは、まあそれなりな親密関係があるってことだね。え、彼女が気になって仕方ない、そんな顔してるぞ。え、そんなことは。図星かい、顔が赤くなったぞ。イチャイチャすんな、ヒイラギ。ヒイラギとサハシエ。佐々木だった。佐々木だよ、読み方。サハシって私が間違って読んでるよ。からかうな、よせよ。始まるか。多分こういうストーリーがあるんだろうな。多分スタミさんはさ、今ゲージ貯めてさ、アタックするだけかなって思ってるけど、今このストーリーがあったじゃん。あ、スタミさんの席に座る勇気なかったんだ。こういうストーリーを多分見てからじゃないとダメなんじゃない。アタックができないんじゃないって私は思ってるけど、どうだろうな。ストーリー進んでくれるといいけどね。これ難しいぞ。会話するだけじゃダメだもんな。あ、佐橋くんってことで、佐々木くん、なんで佐橋ってさっきから読み間違えるんだろう。橋っていう字じゃないのにね。お、どうしたの。その時間があるなら少し話せないかなと思って。話したいけどアタックできるかな。アタックできないかもしんないな。どうだろう、どうなんだ。ここは一応話してみるか。うん、いいよ。本当？よかった。アタックが、あ、あるね。アタックがあるぞ。あ、待てよ。アタックって放課後じゃないとダメ？もしかして。アタックって放課後じゃないとダメかな？あれ？でもそんなことないよな。前91でさ、アタックしようとしてアイコンが出てて、アタックしようとして失敗したんだよな。あれ？あれ？91でアタックしようとしてテンションゲージが低いから失敗したんじゃなかったっけ？わかんねえや。ダメだ。お、入った。音楽。わかんねえや。なんだろう。アタックのタイミングがあんのか？
アタックするタイミングあるのかな、放課後じゃないとダメとかあるのかな。普段音楽聴いてる？あ、待てよ、待て待て。そのさっきのアタックの話をちょっと整理したいんだけど、確かね、あーでも雨神は違うか。雨神は放課後のアタックと、9192昼のアタックで2種類、2パターンか。2パターンアタックの差があったんよ。だからアタックにする時間が決められている説をちょっと押すか。それはあり得るかな。あり得るかもしれないですね。ちょっとやってみ、ちょっと考えてみましょう。考えてみましょうっていうか、それも考えた上で行動してみましょう。どんな音楽聴いてんのって質問しましたね。よく聴いてるのは、リラックスできて本を読みながら聴けるような曲。例えば？しっとりした女性ボーカルとか、ピアノの弾き語りとか。そうね、ロック調で激しい曲じゃなくて、他の作業ができるような落ち着いた曲ってことだね。いいんじゃないですか。テンション上げていく。で、食事か。食事前投げたんだっけ？記憶がね、薄れてきてる。制服ももうやった気がするんだけど、もう一回投げてみるか。ダメか。ごめんなさい。うちの制服って面白い話なんだとは思うんだけど。そう、あの学校関連は選択肢が多いから残り4って言われてるけど、どれだろうって思うよね。あ、褒めて行動。褒めとくか。褒めよう。謙遜しちゃうかな。どうだろう。星野さんって思うんだけど。ああ、ダメパターンだ。ダメパターンだな、これは。あ、ごめん。いくらなんでも唐突すぎたか。あ、一つ下がった。これアタックできないな。どうにか埋めたい。どうにか埋めたいね。食事、読書。読書ってもう投げてるよな。成績。そうか。褒めるとか行動も失敗することあるか。昔。昔投げてみていいですか。頼む。なあ、ダメか。くっそ。これアタックできないね、多分ね。私、もっと楽しい話がしたい。ダメだ。どんどん減ってく。これさ、ちなみにこの状態で、あ、テンションがもともと低いからダメか。アタックはできるみたいだが、ちょっとでも挑戦してみていい？どうせ、そもそもアタックの選択肢はあるのか、これ。星野さん、よかったら今日一緒に帰らない？え？お、進んだぞ、話が。ダメかな？あ、そうじゃなくて、私電車通学だし、今日は早く帰らないといけなくて。それで一緒に行くんじゃダメかな。そうなんだ。あ、ごめんね、失敗パターンだこれね。じゃあまたね。多分失敗パターンや。あ、星野さん、ダメだ、ね、やっぱゲージはマックスにしないとダメなんだね、きっとね。多分ちょっと手探りでやらせていただきます、今回も。多分そうだと思うんだよな。まずマックスにしてテンションを、まずゲージをマックスにすることに、テンションゲージをそれなりに上げておくことで、3つ目としてアタックするタイミングがあるのかな。あ、待てよ、でも違うか。星野さんはもともとアタックできたんだっけ。あ、でも昼9192で会った時アタックできなかった気がするんだけど、ちょっとまた模索していこうかなと思います。というわけで、1個減っちゃったり、あまりいいことがなかったパートですが、今回いかがだったでしょうか。はい、今回ここで区切りまして、次回に続きたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。